優勝戦1号艇寺田選手です。優出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今節のモーター25号機の仕上がりいかがですか？スリット近辺の行き足とかあの辺いいですね。ターン周りの乗り心地の部分いかがでしょう？まずまずかなというところですね。はい、そのまずまずの船足ですけども、気力的にはこういい雰囲気ですか？ですね、本当スリットの近辺の足はねいいと思うんで、はい。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか？気温が変われば微調整ぐらいしようかなっていう感じですかね。はい、優勝戦1号艇です。コースについてお願いします。はい、インコースから行きたいと思います。はい、今節のスタートいかがですか？レースなりにはいけてると思いますけど、はい。それではファンの皆様に一言お願いします。はい、優勝します。応援お願いします。優勝戦2号艇白石選手です。優出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。モーター24号機の仕上がり船足いかがですか？しっかり回転さえ合わせれれば行き足を中心にいい足していると思います。ターン周り乗り心地この辺はどうでしょう？それも今12レースではしっかりやってたと思います。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか？はい、プロペラの、調整に集中することだけ考えています。優勝戦2号艇です。コースについてお願いします。もう2コースから行こうと思ってます。今節の時計との間合い、モーターの、ね、行き足がいいという部分もあったと思いますけども、スタートどうでしょう？なかなか全速でスタート行けてないんですけど、今のレースは全速で行けたんで、明日も全速でスタート決めれるようにしっかり集中したいと思います。それでは優勝戦に向けてファンの皆さんにもう一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。応援の方お願いします。優勝戦3号艇小島選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎える船足仕上がりいかがですか？そうですね、全体的にいいレベルでいると思います。特にここがいいというところありますか？バランス取れて全部いいと思ってます。3日目練習です。船足の仕上がり今日の感じは今節の中では一番良かったですか？そうですね、一番良かったと思います。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか？試運転して回転合わせるぐらいですかね。優勝戦3号艇です。コースについてお願いします。3コースから行きたいですけど。今節のスタート間時計との間合いいかがでしたか？今日でだいぶつかめました。はい、それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、チャンスあると思うので応援してください。優勝戦4号艇後藤選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。今節のモーターの船足仕上がりいかがですか？出足回り足がいいですね。直線の部分スリット付近から1枠に向かっていく船足どうでしょう？普通だと思いますね。いい人とやるとちょっと分が悪いです。今節はピット離れもいいですね。そうですね、なんかすごくつながりがいいのでピット離れもいいですね。はい、優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか？ちょっと悩んでますけど、プロペラの形叩き替えてみるか、このまんま行って、内寄りの足で行くか、どっちかですね。はい、優勝戦4号艇です。コースについてお願いします。このまま調整変えなければ内寄りの足なんで、ピット離れが出れば一つでも内に入りたいと思います。今節のスタート間時計との間合いいかがでしたか？ちょっと届いてない時があるので集中して明日は10ぐらい狙っていきたいと思います。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、優勝を目指して精一杯走ります。応援してください。優勝戦5号艇横澤選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎えるモーターの仕上がりいかがですか？このエンジン1回乗ってるんですけど、本当に中堅よりちょっといいかなぐらいの感覚で、抽選でねテラと白石さんこのエンジン引いちゃったんでって感じでした。今節のプロペラ調整に関しては正月のこうノウハウを踏まえての戦い調整でしたか？ちょっとねいろいろアレンジしてみたんですけど、いい時と悪い時はいろいろあるんですけど、しゃびした合わせていきたいですね。ターン周りグリップ感いかがでしょう？前回の時よりは良くなっていると思います。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか？
前回もねちょっと本体ガイリングいろいろやってみて途中から良くなった記憶があるので整備士さんと明日相談しながら時間もあるんで、本体の方も見てみたいなと思ってます。優勝戦5号艇です。コースについてお願いします。コース多分枠近辺だと思うんですけどね、まあ一つうちの勝士がどう動くかでまたいろいろ変わってくると思うんで、チャンスある枠だとは思ってます。今節のスタートについてはいかがでしたか。レースは把握しきれてないので地元なんでねピシッと行かなきゃいけないですね。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。波乱がね内枠でなってくれればチャンスあると思います。優勝できるように頑張ります。お願いします。優勝戦6号艇広瀬選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦を迎えるモーターの仕上がり船橋いかがでしょう。3日目一番なんか自分の中では良かったかなと思ってます。徐々に失敗もしながらですけど良くなっていると思ってます。出足回り足バランスの感じはどうでしょう。少しね出足甘かったんですけどその辺が上積みできたんでバランス取れていい足だと思います。優勝戦に向けての作業調整考えているところありますか。もう少しちょっと出足とか求めてやってみます。優勝戦6号艇です。コースについてお願いします。まあ離れとかも多分出ることはないと思うんで、はい、6コースから集中してスタート集中でいきたいと思います。そのスタートトゲトの前いかがでしたか。まあ風次第ですけど今日の感じだといいスタートはいけると思います。外枠ですけども浜名湖の相性はいいですね。そうですね、はい。それではファンの皆様に一言お願いします。6コースからになると思いますけど優勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。